おい、エイカどうしたんだ。何がですか。何って髪の毛真っ白じゃないか。髪が真っ白ですか。そうですね。何があったんだ。白というのは純白の証。なんだそりゃ。私はもう真人間だということでしょうか。なんかエイカ怖いぞ。怖いことなんてありませんよ。私は魔人間なんですから。魔人間。エイカ様どうされたのですか。なんでもありません。ただ少し魂の浄化をしたまでです。魂の浄化ですか。髪の毛が真っ白ですが。はい、そうです。汚れた私の魂を浄化してました。汚れなき証拠ですか。とりあえず朝ごはんできてますよ。ありがとうございます。おい、つむくん、あれなんだ。さあ、よくわかりませんが、長治様が家を開けていることと関係があるのでしょうか。長治がいないからエイカがあんななのか。それぐらいしか原因が思い当たらないのですが。あの、エイカ様。はい。長治様がいなくなったからそんなことになっているのですか。長治様。長治様です。長治。あの、お兄様ですよ。長治お兄さん。長治兄さん。これまずくないか。長治兄。あのエイカ様。はい。大丈夫ですか。大丈夫教ですか。あ、いえ、そのようなことは申しておりません。そうですか。マーゴ・アルジナ先生の教えはとても素晴らしいものですよ。そうなんです。縁起というありがたい教えに至った経緯がです。はい。おい、どうしたんだよエイカ。なんかすごくおかしいぞ。どうしたんだ。すごくおかしい。いや、お菓子じゃなくてだな。今食べてるのご飯だし。ご飯ですか。ご飯美味しいですよ。はい、そう言っていただけると助かります。美味しいですか。惜しい。そうですね、惜しい人を亡くしました。おい、なんだよこれ。どうしたのでしょう。なぜナーガールジュナ先生はお亡くなりになったのでしょうか。絶対に長治だよ。長治がいないから。何をさっきから言ってるのですか。私にはよくわかりません。絶対変だ。これ長治様成分が切れてしまって、エイカ様がおかしくなってしまったのではないでしょうか。それ大変だろう。大変。天下大変ですか。エイカ様、これを見てください。これ長治様は。おお、シャベか。エイカ、これで長治成分を補うんだ。さあ、よく見ろ。あれ、エイカ。エイカ様。はん。私の携帯電話食べてしまいましたよね。錯覚でなければ。あのエイカ様。おい、大丈夫か。
毛がいつもの色に。どういうことですか。私乳酸補給してませんでしたか。乳酸補給ですか。そうです。今の今まで乳酸立ちをしていたのに、今確かに乳酸分を補給してしまいましたよね。あのその乳酸分って写真か、いやむしろ携帯電話、携帯電話を食べたことか。せっかく今の今まで乳酸分を経っていたのに。あの栄華様、つむぐさん手錠持ってますよね。はい。それと錠前とかありませんか。あることはありますけど。私を手錠でつないで何度に鍵をかけて閉じ込めてください。お願いです。そうしないとダメなんです。ダメってなぜですか。兄さん立ちをしないといけないんです。なんでそんなことするんだ。そうしないと私人としてダメなんです。あのそれはどういう。兄さん立ちの禁断症状が出始めてる。何が。あら、こんな手が震えてます。いや、それはそんなに興奮してるからだと思うのですが。ほら、こんな汗かいてます。だから、それは興奮しているから。興奮だってします。いいですから、手錠を。鬼ヶ瀬様、どうしましょう。さあ、早く。はい、あの、これでいいですか。ありがとうございます。ふわって。それでは私は何度に閉じこもりますから、何があっても開けてはいけませんよ。なんで中毒の治療にはこれしかないんです。あのご飯とかは。1日や2日抜いたところで人間は死にません。あのそれはいくらなんでも。いくらなんでもじゃありません。レイカ、すごく変だぞ。変なのは今までの私です。これから普通の私になるんです。いや、なんかいろいろ間違っているような気が。間違いは今までの私です。理解してください。はい。あの、エイカ様。いいですか。何があっても開けてはいけませんよ。明日の朝まで絶対に開けないでくださいね。明日の朝って丸々1日ぐらいあるじゃないですか。はい。そんな、体に毒ですよ。そうだよ、せめて水と食料ぐらい何度に持っていった方がいいぞ。あと、いや、そういう問題でも。